ない範囲で行ってください。
はい、では反対側に行きましょう。足の後ろで、トントンと叩きます。これもですね、足の後ろの色見れる方はね、左右の違いちょっと見てくださいね。両方同じだったらいいですけども、違ってたらね、ちょっとこちらの方だけ、血流が悪かったりっていうことがあるかもしれないので、赤みがあれば循環がね、血液に入れる証拠です。はい、では足の後ろ揉んでいきましょう。ですね、親指から1本ずつ回して、最後にギュッと引っ張ります。指の付け根からね、しっかりと回して引っ張りましょう。さあ、小さい関節ですけれども、ここはね、見逃せないです。で、ここの関節の動きが硬くなるので、体全体の循環も悪くなります。また、足の先がね、常に冷え性の方なんかは、ここをしっかりとこうやって動かしておくことで、足先のね、冷え性の解消にもつながっていきます。はい、では親指と人差し指を持って上下左右に動かしていきます
の絵を描いていきます。で、40型、50型、よく聞く言葉ですけれども、これ40歳、50歳になったからなるのではなくてですね、肩がね、腕が40度、50度まで上がらなく、までしか上がらなくなることを40型と言います。なので、ちょっとね、肩の向き確認してみてください。だんだん肘を大きく上に上げて、さあ、肩、回りますか。さあ、さらに余裕が出てきたら、今度肘を後ろに引いて、肩甲骨まで動かしていきます。背中も使ってしっかり腕上げれてますか。はい、では測定。今度はね、後ろから前、小さくいきましょう。小さくまず、ね。さあ、だんだん、それが出てきたら、肘で大きな円を描いていきます。さあ、もっと肩甲骨を後ろでぐっと動かしながら、肘を上げていきます。さあ、背中使えてますか。はい、OK です。さあ、背中の具合、肩の具合、大丈夫そうですかね。では、このまま手を前に出していきましょう。4本の指を持ってご自分の方にぐっと寄せていきます。手の前側伸ばしていきましょう。はい、では手を入れ替えます。今度、手首をちょっと下持って、ご自分の方に引っ張って手首を伸ばします。はい、では反対です。左の手。指先4本を持ってご自分の方にぐっと寄せてくださいね。手のひら前に向けてください。指4本を持ってご自分。はい、では今度手を変えて、手の甲の手首の下、ここを持ってくるとご自分の方に寄せていきます。肩の力を弱くて、はい、戻しましょう。では今度手を横に出して、体の前に持っていきましょう。さあ、ぐっとご自分の方に左の手で寄せていきます。肩周りの筋肉をほぐしていきます。では上下に動かしていきましょう。先ほど肩甲骨までしっかり動かしたので、皆さんね、肩周り安心して動かせるかなと思います。では、肘を持って、腕は耳の横、ぐーっと寄せて、はい、体側伸ばします。はい、ではゆっくりと手を戻しましょう。今度反対です。左手、体の前で、右手で寄せていきましょう。さあ、肩の後ろ側の筋肉までしっかり伸ばすように聞いてくださいね。では、上下に動かしていきます。はい、では肘を持って、腕は耳の横です。寄せていきましょう。体側伸ばしながら、肩周り、はい、横を向かないように正面向けてくださいね。そうです。はい、ではゆっくりと下ろしていきましょう。さあ、では今からね、姿勢の確認をしていきます。まず手をお尻の下に置いてください。お尻の下、ゴリゴリと当たる骨ありますね。これ座骨と言います。この座骨がしっかりと左右均等にマットにつくようにしていきましょう。今日はね、芝生の上なので、芝生の上にこう立つようなイメージで座骨をね、しっかりと立てていってください。座骨をしっかりと立てるとですね、おへそをギュッと締めることによって姿勢がきれいになります。つい猫背になりがちな方は座骨がね、床についてないことがほとんどですので、まずしっかりと座骨をマットにつけて、おへそをギュッと締める。で、肩の力抜いてくださいね。つむじがずーっと空に向けて伸びていくような感じです。では手をお膝の上に置いていきましょう。肩の力を入れすぎて、お腹しっかりと締めて、背筋まっすぐです。この姿勢のまま、鼻から大きく息を吸って、胸の中に空気をぐーっと溜めていきましょう。では皆さん、軽く目を閉じて吸っていきます。鼻から吐いていきましょう。胸の中に溜めた空気を全部吐き出します。さあ、イメージをしていきましょう。もう一つ吸います。胸の中、肋骨の中には何も臓器がない状態。皆さんの吸った空気で肋骨の中がいっぱいに膨れていくようなイメージです。身を溜めた空気を鼻から全部吐き出していきます。もう一度いきましょう。鼻から大きく息を吸って、胸の中、肋骨にいっぱいに空気を入れて。吐いて、さあ、もう一度いきます。吸って、だから吐いていきます。さあ、今度はこの呼吸を続けながら、頭の中を空っぽにしていきます。何も考えない状態で呼吸だけを続けていきましょう。皆さんのペースで結構です。3呼吸ほど続けていきます。
ょう。さあ、呼吸とね、ご自分向き合うことがとても大切です。呼吸、今からね、使いながらポーズをとっていきますが、吐くときは副交感神経が働いて筋肉が伸びやすくなるので、こう伸ばすときにはね、吐きながら行っていただくとより効果が上がります。では、背筋をもう一度意識してください。ついついどうしても猫背になりがちなので、意識をしたときにキュッと引き上げていきましょうね。お腹を締めることで引き上げられていきます。猫背になるとね、肋骨の一番下の骨がこう内臓を圧迫するので、呼吸がね、しづらくなります。では、背筋を正したまま、右の膝に左手を置いてください。はい、では、右手後ろです。このまま、背骨を起こしたら見えるように、後ろを見ていきましょう。つむじを天井に引き上げるようにして、背骨をひねったまま、ぐーっと上に乗っていきます。呼吸止めないように、鼻呼吸です。鼻呼吸を続けていきましょう。真ん中に戻っていきます。では今度反対ですね。左のお膝に手を置いて、このまま腰の付け根からひねります。後ろを見るようにして、背骨はちょっとずつブロックになって積み重なっているので、その背骨を一つずつひねるようにしていきます。ひねったままつむじもう少し天井空に向けて伸びていきます。個人個人
使っていますので、無理しすぎないでくださいね。隣の方がものすごい広げてるから、私もとか頑張りすぎないように、皆さん違いますので、自分が今一番ここが伸びているなというところにしておきます。そして、お膝とつま先をしっかりと空に向けましょう。骨盤がついつい下がってしまいがちなので、もう一度手をお尻の横に置いて、一旦お尻をトントンと叩いて、座骨をしっかりとマットにつけていきます。さあ、手は前に向けて、胸を広げていきます。今の段階でここがしっかり伸びている方はこのままで大丈夫です。もう少しいけそうな方は、お尻を後ろに突き出すようにして、もうちょっとだけ息を吐きながら前に出します。おへそをマットに近づけるようにしていきますと、内転筋にしっかりと伸ばしていきます。はい、ではゆっくりと戻していきましょう。胸を広げて、もう一度穴から大きい息を吸って、吐いて、おへそとマットが近づいていきます。素晴らしい。はい、ではゆっくりと上体を戻して、はい、では横から手を上げていきましょう。はい、ではこのままゆっくりと吐きながら手を前です。はい、ではゆっくりと体の近くに持っていって上体を上げます。もう一度息を吸って、上までしっかりと上げて、吐いて、おへそから下ろすように。はい、ではゆっくりと戻しましょう。さあ、では足を、ね、楽にして踏んでいきます。さあ、では一旦ですね、この内側だけ伸ばしたので、背中のところも少し伸ばしていきましょうか。お膝で後ろに引いていきますね。こちらの足でも結構です。この背中のところをしっかりと伸ばしていきます。下半身の、ね、循環を良くしていきます。常に普段ね、ここ、曲がった状態、椅子に座ってたり、車を運転してたりすると曲がった状態で、流れが、ね、悪くなりがちです。一日長くこのように、ね、伸ばしてあげてくださいね。はい、では反対に行きましょう。はい、では一緒に戻してください。さあ、では足を楽にしていきます。今度は上体ですね、右手を横に出して左手を上に上げます。肩の力を一旦抜いてください。そして腕は肩甲骨、先ほどね動かした肩甲骨、背中の骨ですね、ここの骨を意識しながら腕をぐるっと引き上げます。そうです。綺麗に上がっていきます。肩の力を抜いてください。背中から腕を持ち上げるようにしてお腹を締めます。吐きながらゆっくりと横に倒して、お顔を正面で、左のお尻浮かないように、左のお尻もしっかりマットにつけておきましょう。ここで一呼吸入れていきます。はい、ではゆっくりと吐きながら手を。はい、では今度、左手横、右手上です。肩の力を抜いて、もう一度今度は右の肩甲骨からぐーっと腕を引き上げてお腹締めます。肩の力入ってないですか？はい、ではゆっくり吐きながら横に倒して、右のお尻マットにつけておいてください。さあ、指先の力をリラックスしてください。体側がぐーっと伸びていくことを意識します。はい、ではゆっくりと手を戻していきましょう。さあ、では、今から四つん這いになっていきます。手首痛い方はちょっとね、見ておいてください。皆さん前に手をついていきましょうね。四つん這いになります。手首痛い方は、できることに変えていただいたり、指をついていただいても構いません。やりやすいように行ってください。では、手首を肩の下に置いていきましょう。お膝は足の付け根の下に置いておきます。さあ、では、お膝の幅は握り拳一つ分です。開きすぎないように注意してくださいね。さあ、そしてこの姿勢ができたらお腹の位置を意識します。おへそ今下にたらんと落ちてないですか？おへそをキュッと締めて背骨に近づけるように、背骨とおへその距離を近づけておきます。肩の力前に出していきましょう。では息を吐きながら背中をぐーっと丸めていきます。腰、背中、首の順で丸めておへそを見ていきましょう。はい、では吸いながら背中をへこませていきましょう。顔斜め上です。さあ、もう一度いきますね。吐いて背中をぐーっと丸めていきましょう。腰、背中、首の順で丸めておへそを見ていきます。背骨が首の付け根とお尻で引っ張り合うようにして背中の足を作っていきましょう。そうです。では背中をへこませ吸いながら斜め上を向いていきます。空を見るようにしていきますね。
ではもう一個、はい、ぬーっ、背中ぐーっと丸めて、
もう一度、じゃあちょっと雲の感じから見てみてください。はい、で肘を後ろに右手胸を広げます。鼻から大きい息を吸って、空ぐるっと見ていきましょう。はい、ではゆっくりと状態戻していきます。さあ、では右足を横に出して、お膝の上に手を置いていきましょう。で、これ、こっち側に向けるとぐっと押し返しですので、こちらで後ろに向けておいてください。じゃあ、左手を上に上げていきます。肩の力を抜いて、背中からぐっともう一息を抜けます。肩甲骨を意識して、吐きながら横に倒して、手が少しずつ左の方に降りていきます。お顔が正面を向けておきましょう。そうです。皆さん、呼吸してますか？止まってないですか？はい、ゆっくりと戻ってください。さあ、では手をついて足を入れ替えていきましょう。反対です。左足を横に出して、お膝の上に手を置いて、しっかりとつま先をね、体の前側を向けておきます。はい、では右手を上に上げて、肩の力を抜いて、背中から腕を持ち上げたらお腹締めます。腰の台を注意して、吐きながらぐーっと横に倒す。お顔正面です。そうです。あと一呼吸だけ入れていきましょう。はい、では吸いながらゆっくりと戻していきます。さあ、手をついて、一旦足戻したら、皆さん水分補給大丈夫ですか？一旦水分補給戻していきます。さあ、皆さんのペースで戻っていっていただいて構わないので、どんどん進めていきますけれども、途中途中で、ね、飲んでいってくださいね。私もですね、中途中、飲んでていただきます。今ちょっと風が強いので、結構喋ってるとですね、歯が乾いてくるので、ちょいちょい飲ませていただきますが、皆さんもね、よかったらそのペースで飲んでいただけるといいかなと思います。じゃあ、手を前についていきましょう。肩よりちょっと前に手を出していきます。お膝の幅を握り込む一つ分です。さあ、つま先立ちに変えていきます。さあ、ではこのままお尻を持ち上げていきましょう。弾力の頭です。お膝まっすぐにして、両手の間に頭を入れていきましょう。さあ、お膝ね、ちょっと交互に曲げて、かかとを柔らかくしていきます。お膝曲がっても大丈夫です。かかとをなるべくマットにつけるようにしてもし足が遠いようだったら少し近づけていきます。お尻から手首までは一直線です。お尻からかかとまでも一直線になるようにしていきましょう。背中を大きく伸ばしておへそを見ていきます。
りと手を下ろして足を下ろしましょう。今度は反対です。左足を上げて、はい、お腹の位置確認して左右の骨盤の高さも確認です。同じになってますか？はい、では右手を上げていきましょう。指先とつま先で引っ張り合うようにしてお腹をしっかり使う。そうです、ゆうさんちゃんと止まれてます。お腹ぎゅっと締めながら肩の力を抜いて指先とつま先が遠くに引っ張り合います。
それでは吐いて、ゆっくりと手は肩で、今度は左の手のひら、息を吸って。さあ、手を肩の高さまで下ろして、息を吸いながら両手上に上げて、吐いて、胸の前に手を下ろしていきます。さあ、では、皆さんですね、足をね、一歩、ごめんなさい、一旦ね、握り拳一つ分の足幅に変えてから、はい、左足を大きく一歩後ろに引いていきます。さあ、骨盤の幅3つ分はあるぐらいは引いてくださいね。さあ、そのまま正面を向けていきます。骨盤がこうぐっと斜めになりがちなので、まっすぐに向けて、そして後ろの足はつま先を少し45度ぐらい外に開いておきましょう。その方が安定していきます。では骨盤しっかりと正面に向けたら胸の前で合掌していきます。このまま右の膝をぐーっと曲げていきましょう。さあこの時足元ちょっとチラ見してください。お膝からつま先しっかり見えてますか？もしお膝でつま先隠してしまっているようだったら足幅ちょっと狭いのでもう少し広げていきます。はい、では横から手を上げて。上に合掌して、さあ空見ていきます。背中から腕を持ち上げて、さらに右の膝に体重かけて少し曲げます。上体は空に大きく伸びていくようにして、少し反っていきながら、上を見ていきましょう。呼吸止まってないですか？このまま呼吸です。腰が痛い方は無理しないでくださいね。はい、では吐きながら胸の前に手を下ろします。ではゆっくりとお膝をさらに曲げていきましょう。さあ曲げたら右の方を見ながら体をひねっていきます。そうです、腰の付け根からぐーっとひねって、お尻がちょっとね、頑張らなきゃいけないですが、ひねり、しっかり目線もつけていきます。はい、ゆっくりと上体を戻して、手をついて、さあ、前の足を後ろに引いて、さあ、もう一度、前の足を下ろして、やっていきましょう。はい、では体の前に合掌です。もう一度握り拳を一つ開いてくださいね。今度は先ほどの反対の足、足を引いて、反対です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 、左構え、右足を引いていきます。ごめんなさい。はい、では、大きく骨盤の幅3つ分開いたら、つま先を少し45度外に開いて骨盤を前です。そうです、お腹の力を立たないように意識してくださいね。では横から手を上げて、背中から両腕ぐーっと引き上げたら、左の膝に体重かけて曲げていきます。でこの時足元 まず調整です。さあお膝からつま先見えてますか？見えてなかったらもう少し足幅開いて、はい、ではここからさらに深くいきましょう。下半身安定させて、そしては空に向けて大きく伸びる。背中からぐっと持ち上げて。さあ、少し眩しいですが、空見ていきます。さあ、両手でね、太陽のエネルギーを受け取るような感じで大きく伸びていきましょう。では胸の前に手を下ろして、手をついて、もう一度体を引き上げて、腰回り伸ばしていきますね。
で合唱していきましょう。では、最後にですね、立位の方、これ最後になります。バランスをとっていきたいと思います。片足立ちになりますので、先ほど言った、母子球、小子球、外かかと内かかと、この4点、片足しっかり体重ね、乗せていってください。で、軸足になるお膝はロックしないように緩めておきます。ロックすると骨と骨が頑張ってしまうだけで周りの筋肉は頑張らないので、右足にしっかりと4点体重をかけたら、ちょっとね、床がです。床が不安定な方は場所を選んでいただいて大丈夫ですからね。はい、では、左の足を上げて、右足がロックしないようにします。風が強いので、少し頑張ります。お腹締めて。はい、横から手を上げて、背中からぐーっと腕を持ち上げて、お腹締めます。足の位置はね、高くなくても低くても大丈夫です。皆さんがやりやすい場所を見つけてください。使っていくのはお腹です。腹筋でふらつきそうなのをぎゅっと止めていきます。もう一つは集中力。集中力をかけるとガタガタとなる。風も強く強いので頑張ります。はい、で、ゆっくりと手を下ろして足を下ろしましょう。はい、今度は反対です。左足。足の親指の付け根、小指の付け根、外かかと内かかとしっかりとつけてください。場所で安定したところを探してくださいね。では、お膝少し緩めたら、右足上げていきましょう。さあ、お腹を締めて、横から手を上げて。さあ、これもですね、右足と左足、得意な方があるかもしれないです。それを気づくのも大切ですので、どちらがやりやすいか意識してください。で、お腹を締めて、大きく上に伸びて。風が強いです。はい、ではゆっくり足を下ろしていきましょう。手を下ろします。さあ、なかなかマットも、飛んでいきがちなので座っていきましょう。前半にやったこの足の付け根よりも今はさらに伸びていくと思います。では
を下げていきます。さらにいけそうだったら右手空に向けて大きく伸ばして、もっといけそうな方は手を頭の後ろで組んで、お顔は空を見るように見ていきます。気持ちよく伸びていればね、どのポーズでも OK です。はい、ではゆっくりと戻しましょう。さあ、足を戻していきます。ではこのままゴロンと仰向けになっていきましょう。眩しいのでお顔の上で帽子やタオルを乗せてください。さあ、ゴロンと仰向けになったらですね、まず足をぴったりとくっつけて、かかとくっつけます。つま先空に向けていきましょう。さあ、では脇を締めて肘を90度に立てていきます。親指中で握り拳作っていきましょう。さあ、この姿勢のまま鼻から大きく息を吐いて、では吸いながら肘で床を押してぐーっと背中反っていきます。背中を浮かせて肩甲骨寄せていきましょう。頭頭頂部をマットにつけていきます。さあ、首の後ろ伸ばす、首背中を伸ばします。さあ、お膝をまっすぐにしてね、足を伸ばしておいてください。かかとをくっつけて、かかとを押し出します。さらにあと一呼吸です。お尻はつけておきますよ。胸だけぐーっと引き上げて、はい、ではゆっくりと背中を下ろしましょう。はい、では両方の膝を抱えていきます。寝たまま抱えてきて、おでことお膝くっつくようにしていきましょう。首の後ろを伸ばしていきます。さあ、ではゆっくりと頭を下ろして、お膝まっすぐにして、さあ、お膝をまっすぐにしたら、今度手は横に開いて、手のひらバフの方を向けていきましょう。手はね、肩より上に、頭側に上がらないように注意してくださいね。さあ、では手を、まずは手のひら芝生の方に向けておいたら、右の足を上に上げていきます。さあ、上げた足、右の足を左側にパターンと倒して、右の手のひらは空に向けましょう。手の甲は芝生につけておきます。お顔は空か左の方を見ていきます。骨盤をしっかりとマットから垂直に立ててください。腰回り気持ちよく伸ばします。このままもう行けるとこまで行きたい。腰回りをぐーっと伸ばして、胸も大きくストレッチです。右の胸を広げるようにしながら、腰回りぎゅっと、ゆっくりと伸ばします。では、かかとを押し出すようにしてみましょう。右のかかとをぐーっと押し出してみてください。いけるところまでで大丈夫です。無理をしないでくださいね。はい、では、かかとの力はリラックスです。そのまま右足は真ん中、空に向けて上げて、体、一旦、ゴロンと出ていきます。足をゆっくり下ろしましょう。右の手のひら、芝生の方に向けておいてください。今度は左足を上げていきます。さあ、ではその左足を右側に倒して、左手は手のひら空に向けて、手の甲は芝生につけておきます。骨盤しっかり立てますか？お顔は空か左手の方を見て。さあ、できれば左足はね、床、芝生の方まで落としてしまってください。はい、余裕があれば左のかかとをぐーっと押し出すようにしていきます。はい、では左足を真ん中に戻して、ゆっくりと床に下ろしましょう。マットに下ろしてください。さあ、手はね、体の横に置いていきます。楽な姿勢です。
このまま呼吸を整えながら少しリラックスです。起き上がってください。もう一度だと思ったら手をついて起き上がっていただいて大丈夫です。立っていきましょう。
背筋を正してお腹に上げていきます。胸の前で合掌していきましょう。肩の力を抜いてください。そうです、皆さん良い姿勢です。この姿勢をぜひね、これからも、キープしていただきたいと思います。では穴から押していきます。両手上に上げていきましょう。背中から両手持ち上げてぐーっと大きく大きく伸びます。腕は右の横あたりまで。はい、では吐きながら指先一番遠くを通って手を下まで下ろしていきましょう。もう一度胸の前で合掌です。鼻から大きく息を吸って、背中からぐーっと引き上げて、お腹を締める、この人らない。はい、じゃあ吐きながら指先一番遠くを通って。はい、じゃあ胸の前で合掌です。さあ、今日はね、これで終わりになります。次回は、5月26日、月曜日です。担当はまた別の人になります。今日は私、担当でしたが、また、しばらくお休み。飽きまして、秋ぐらいにまたここで皆さんとお会いできたらいいかなと思います。終わった後もしっかりと水分補給をしておいてください。ではお疲れ様でした。さあ、良い一日をお過ごしください。